ダラマンは、ムーラ県のトルコ南西海岸に位置する地区の中心的な町でもある。ダラマン川は、地区の西側の国境の大部分を形成しており、その隣は、コイシジズ地区とオルタカ地区です。ダラマンの町は、海岸平のあり、残りの地区は、海岸のフェティエ地区方面、デニズリ県の北の国境方面には、ダラマン川東武士流の高地には、谷がある。 ダラマン空港は、毎年トルコ南西部を訪れる観光客への玄関口として機能し、ダラマンと西と東にある海辺のリゾート、マルマリス、フェティエ、ケイセニス、ダルヤン、オルデニズ、ヒサルオニュに向かいます。ダラマン空港は、トルコの他の空港に比べて規模は小さく、14機の Z 機用の中期スペースがあり、多くのオペレーターがサービスを提供します。 ターキッシュエアラインズはトルコの商業及び金融の中心地であるイスタンブールへ毎日運行しており、その他にオヌル航空、ペガサス航空、フリーバード航空は拠点との季節運行も行っている。新しい国際線ターミナルもオープンしている。ダラマンは暑い地中海性気候です。夏は長く乾燥しているが、冬は短く涼しい気候である。 ダラマンは1年中日当たりが良い場所で、特に6月と7月はさらに日当たりが良い。またダラマンは、トルコでの最高気温も記録している。エリアオブリージョンズ、経平方メートル。リージョナルスタティスティックスデータベース、トルコ統計局。2013年3月5日閲覧。ポピュレーション・オブ・プロビンス・ディストリクト・センターズ・アンド・タウンズ・ビレッジズ・バイ・ディストリクツ2012。20 アドレスベースドポピュレーションレジストレーションシステムデータベーストルコ統計局2013年2月27日閲覧ダラマン2011年3月19日閲覧 http www.myweather2.com ホリデーデスティネーションズターキーダラマンクライメートプロフィールアスピックスマンスイコール1ありがとうございます